刻んでいこうぜ。アシックスのこの A の穴からパリを見ているよ。アシックスのこいつです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回の動画なんですけれども、じゃじゃーん。こちらですね。メタスピード LD、メタスピード LDLE、そしてこちら誰？誰って感じです。うん、はい。ヨシキ困ってます。ヨシキ困ってます。分かんないです。なんか新入りが来た。そうですね。はい、先ほど商品名出ました LD ピンレスのカーボンのものと、はい、樹脂のピンの LDLE っていうものが出たんですけども、はい、23年待望のアシックスからこの厚底の、はい、長距離陸上スパイクがやっと登場するようになりました。まず大変お待たせしました。ありがとうございます。はい、で肝心の名前がコスモレーサー LD3 になってきます。コスモレーサー。はいはいはい。で LD2 っていうのはもうめちゃくちゃ薄いものがあったんですよ。でこれはまあ正直言うと2020年のトレンドといいますか、その時はもう本当に裸足感覚で足に追従するようなスパイクっていうのがトレンドだったのが、やはりここ数年間でやっぱ厚くなり反発があり推進力がありっていう、本当にこう目まぐるしい数年間を送ってきた中で、アシックスから厚底のスパイクまだかまだかというところで、まあこういう25ミリのミッドソール材を使ったものもあったんですけども、国際陸連の方から24年10月まで使えますけども、翌年25年っていうところはもう20ミリのミッドソール材にしなさいというもうお達しが出てますので、今回それに適用したミッドソール材20ミリのものが登場していくというところです。ここの商品なんですけども、こちらが LDLE、はい、こちらが、コスモレーサー LD3 と、はい、同じピン配列と、まあ、樹脂になっていますね。ですのでここに関しましては、まあ、グリップ感っていうところは、まあ、しっかりと、まあ、キープできるというところになっています。まあ、LDLE に関しましても樹脂材を使っていますので、本当に同じ形状、まあ、ここまでグーッとかかとのところまで入っているのも同じ形状をしていますよと。こちらの2足は別の動画で上がってるので、履き心地どうなんだろうって知りたい方は前回の動画見ていただいて、とりあえず今日はこのコスモレーサー LD3 ということで、何が変わったんですかね。こっちの2足はもう反発と推進力申し分ないっていうイメージだったんですけど、これはどうなんでしょう。はい、でここのミッドソール材なんですけども、 FF ブラストターボっていうミッドソール材とは違う、はいはい、FF ブラストプラスっていう材質を使ってます。こちらの FF ブラストターボに比べて言うと、はい、軽量感とかクッション性に特化した材料になっていますので、まあ、クッション性がいいというところですよね、はい、ですので、まあ、先ほど吉木さんがおっしゃった、まあ、こちらミッドソール材の反発感とかカーボンの推進力っていうところよりかは、まあ本当に万人に受けてこう柔らかいクッション感、本当に長い距離っていうのそしてまあ不安だなっていう方も、まあ中高生結構多いと思うんですよ。そういう方にはこちらのコスモレーサー LD っていうのを選んでいただければ、まあ非常にスムーズなライド感っていうのがまあ実現できるかなと思っています。なるほど、はい、早速なんですけど履いてみていいですかね。お願いします。はい、じゃあすみません、よろしくお願いします。お願いします。ダッシュで行こうぜ。もうそうそうそう会社員のお父さんがワイシャツにちょっとつけてしまって、あんたこれどこでつけてきたのってなるやつ。はい、すいません、カットで。もうすでにフィット感、アッパー材がですね、うん、モーションラップアッパーっていう新しいアッパー材に今回変えました。やっぱり全然違います。ちょっとこう、うん、透け感があって通気性とかも、いや、やっぱアシックスさんのこのフィット感でやっちゃったよ。本当にやっちゃってる。この独特な素晴らしいフィット感、紐にもあんのかなと思ってて、ここ硬くなってるんですけど、こっちがなんかもう柔らかいというか、うん、ここからここにかけて柔らかくなっていく、だからなんかこうしなやかに包んでくれるみたいな。これはね、履いたらよしき嘘ついてなかったなって思いますよ、誰が履いても。で、はい、シューレース、まあ、マラソンシューズとかはこれ平紐っていう、はい、こう平らな布のものを使ってるんですけども、陸上スパイクに関してはパワーホールドシューレースっていう、よしきさんがおっしゃったここが少し硬いというかバチッとこう締まるようなシューレースで、で結び目のとこに関しては柔らかい平紐のデザインを入れているもので、まあ、結び目がしっかりとまあ結べる。ただシューズのこの中足部に関してはしっかりと締まるようなパワーホールドシューレースを今回も採用はしていますので、この技術すごいな。これアシックスさんだけですよね、こういう細かいところまでこだわりまってずっと使用してます。すごい、これ知らなかったな。うわーうわー、すごい、立った瞬間もう優しい。うわー、これすごいわ。これあれですね、完全に本当に長距離スパイクです。本当にクッションっていう感じのスパイクですよね、はい、めっちゃいい意味で柔らかい。ちょっと早速走って、でスピード出していきたいと思います。そこでどう変わるのかもちょっと言えたら言ってきます。ダッシュで行こうぜ。
柔らかいと難しいのかなと思ったんですけど、全くそんなことないですね。この柔らかいのが、まあ、いいバランスでより安定感と乗り込みがしやすい。この樹脂のプレートもいい感じの反発につながってるし、 FF ブラストプラスが絶妙にマッチングして、すごい優しいというか永遠にこう走ってられそうな感じはありました。 5000m から1万 m ちょっと使いたいなって僕は思いましたね、うん、本当にクッションがまあこの商品のまあ特徴になってくるので、うん、自分がやっぱ距離にちょっと不安があるな、足に不安があるなって方はこういうコスメ LD を選んでいただければいいかもしれませんし、もう本当に圧倒的に距離の不安とか足ができてない人はもう絶対にこれかなって思いました。しっかりあの用途によってこの目的で走るからこれを履くっていうのがすごい明確で分かりやすいですね。いいですね、それはセックさんの強さでもあるんで、なんかスポーツショップでこう選ぶときにそのシューズの特徴とか書いてあるから、じゃあこれかなっていう感じで多分皆さん選ばれると思うんですけど、履いた瞬間にあの自分で目的が明確になる、分かりやすい、すっごい優しいシューズですね。めっちゃいいですこれ本当に。いいですね、安定感抜群ですね。よしきの大好きな、これ大好きですね、安定感いいね。てかあの柔らかくてふわっとした素材やっぱ大好きだと思うので、まあ、それをこう裏切らないというか、うん、まあ、しっかり再現できてるなっていうのもあります、うん、いいね、素晴らしい、うん、これ発売なんでしたっけ。これですね、はい、2023年の7月発売、ちょっと今これ撮影日が2022年の11月8日で、これ発売日が2023年の7月。またやないか、なんか未来いいね、なんかいいいいね、なるほど。でも楽しみは増えたね。そうだね、うん、これでなんか 5000m 記録とか狙ってみたいわ、うん、すごくいいですこれ、うん、なんか柔らかいからちょっと接地ミスってもなんかしっかり乗り込むというか、そこにこう正しく修正できる。逆にこう硬いと接地位置ミスるとなんか足がこう疲れていくっていう、こうイメージが僕はあるんですけども、それをこの柔らかさによって正してくれるから、接地してからしっかり修正して押し出せるみたいな感覚がすっごいスパイクです。さっきの安定感っていうワードが本当に多く出たと思うんですけども、安定感っていうのがやっぱりカーボンのシューズの吉原氏っていうのが靴の特性を読み切らなきゃいけないし、靴に持ってかれちゃうっていうのが逆に言うとこれはもう本当にないので、もう自分の動きにマッチするっていう、まあ少し昔のシューズの感覚にまあ近いもので、なおかつ厚底があって足の衝撃がまあ緩和されてるっていうところが今回は非常にベストなのかなっていうのは思いますので、いろいろパターンがありますので、その中の一つの選択としてトライしていただければと思います。はい、はい、いや素晴らしいスパイク本当にありがとうございます、はい、もらうつもり。いやいや、だってこんなさ、だって発売があと何ヶ月先のものをさ履ける機会なんてないでしょ。ないないね。じゃあなんなら多分このスパイク一流のアスリートなんかよりも俺が今一番最初に履いたぐらいのノリっすよね。そうですね、ほらドヤ顔できるよこれ。いいね、いいね、ね、マウント取ってこい。あのコスモレーサー LD3 履いたことある？全員に言ってやめとけ。もう本当にその時はこれ履いて 3000TT とかやってもいいかなぐらいの。あ、違う、よっしゃ、はい、あ、やらせます。あ、や決定？決定です。いやでも本当に見て見て、カメムシカメムシ、あまたやこれ。いやこれ本当小学校の時カメムシくっついて、そっからずっとあだ名カメムシヨシキいじめられてました。はい、ということで今日はねアイシックスの小石さんと、はい、カメムシヨシキさんに来ていても来ていただきました。本当にありがとうございました。はい、ということで今日はアシックスコスモ LD3 を紹介してみたという動画でした。この動画が良かったらと思う人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。ありがとうございました。なんかもう完全オフみたいな。オフってた。